はい、どうもこたつです。こちらは沖縄県大東諸島にある南大東島という場所でございます。島にある漁港の全景を映しているんですけれど、海の色は沖縄らしい綺麗な青色が見えます。大東諸島は沖縄本島より東に約340キロ離れた場所にありまして、南大東島、北大東島、沖大東島がその大東諸島に含まれております。沖縄といえば普通はですね、海水浴や食事が楽しめるですね、人気観光地だと思うんですけれど、今回訪れた南大東島というのは全く観光客に媚びてない島なんですね。媚びてないどころかですね、まず海水浴場がないんですね。砂浜がまず存在しません。そしてホテルもリゾートホテルなんていうそんな洒落たものはなくてですね、ビジネスホテルか民宿しか存在しないんです。ではなぜ南大東島が沖縄なのに観光地化されていない島なのか、南大東島とはどういうところなのか、沖縄なのに沖縄っぽくないこの島を今回は紹介したいと思います。南大東島に到達する手段は船か飛行機となります。どちらも沖縄本島からしか行けないんですけれど、船の場合は那覇の泊港から出ております。ただ船の場合は所要時間が15時間ほどかかり、なおかつですね、週に2本ぐらいしか出ていないんですね。今回は時間がなかったので飛行機を選択しました。飛行機もですね、1日に2本しか飛んでいなくて、朝の便と午後の便があるのですが、今回は朝の便を選択しました。飛行機の場合は所要時間は1時間ほどになります。ターミナルの建物から飛行機まではバスに乗って移動します。飛行機は琉球エアコミューターという JAL グループの航空会社となりますが、プロペラ機が非常に特徴的な機体となります。今回の搭乗率は4割ほど、大半が地元の方かつなぎを着た仕事の関係者のようでした。旅行者は私を含めて2人だけだったようです。この区間の運賃は往復割引を使って片道 16,770 円、往復で 33,540 円ほどとなります。まもなく那覇空港を離陸します。ご覧のようにですね、この日はあいにくの雨で機体の窓にも水滴がびっしりとついておりました。座席の真横がプロペラだったのでそのまま撮影をしてしまいました。下界は雨でしたが、雲を抜けるとご覧のように綺麗な青空が広がります。下に見えている雲は見ているだけでもだいぶ暑そうに思えます。ご覧のように那覇空港を飛び立った時についていた水滴はすっかり吹き飛んでおります。那覇を飛び立ってから1時間もしないうちに南大東島が見えてきます。那覇はあいにくの雨でしたが、350キロ離れた南大東島の天気は曇り、本土でいうと東京と京都ぐらいの直線距離があるので天候が異なるのは当然のことと言えます。窓の外を見ると南大東島の畑らしきものが見えているんですけれど、見えているもののほとんどがですね、サトウキビ畑になります。とにかく綺麗な田園風景が続いている印象を受けますが、南大東空港はそのサトウキビ畑のど真ん中に存在しているような形となります。所要時間約1時間ほど、大した揺れもなく無事に着陸しました。正直ですね、飛行機があまり得意ではない人間なので、できれば船で上陸はしたかったんですけれど、しかもプロペラ機っていうのはなんとなく怖いイメージもあったんですが、まあ実際に乗ってみるとですね、やはりあっという間だったというのが感想となります。荷物はスタッフの方がトラックから降ろしたものを手動で運んでくれます。もちろん他の空港にあるようなベルトコンベアで流れてくるような洒落た仕組みはありません。南大東空港の入り口となります。お迎えの車は何台か止まっていましたが、タクシーはこの島には存在していないようです。この時点でこの島が観光に重きを置いていないことがよくわかります。予約していたホテルの送迎車に乗ってホテルまで向かいます。乗客は3名ほどでした。
空港の入り口で写真を撮っていたら危うく置いてかれそうになったんですけれど、まあ、こういった緩さはですね、やはり沖縄であるなと少しだけ実感しました。決してディスってるわけではありません。空港から宿や食事処のある中心部まではだいたい3キロほど離れているので、歩いたら結構しんどいことになっていました。ここで南大東島について航空写真を使って説明していきたいと思います。南大東島の面積は約30キロ平方キロメートルとなっておりまして、一周は21キロほどあります。沖縄県内では6番目に大きい島となっております。島の周囲は絶壁となっているため、他の沖縄の島にあるような砂浜やビーチは存在しません。空港から村の中心地まではご覧のようなルートとなっております。地図だけでは判別が難しいんですけれど、この島のもう一つの特徴はすり鉢状になっていることです。ここで南大東島を横から見た断面図を描くとこうなります。まず海から中心部に行くとすると、海岸からすぐに急な坂道が始まります。海岸といっても島の周囲は絶壁だということが先ほど説明しましたので、これはですね、港などの人工的な海岸のことを指します。そして登りきるとしばらくは平坦な道が続くんですが、すぐに下り坂が始まります。そしてしばらくまた平坦な道が続いて下り坂といった具合にですね、場所によって変わるんですけれど、3段階ほどの高さになっております。逆にですね、中心部から海に行くまでにはですね、必ず坂を登らないといけないというわけなんですね。またご覧のような地形になっているため、島の中心部から海を望むことはできないという大変珍しい地形となっております。はい、というわけで本日の宿に到着しました。ホテル吉里さんというホテルになりますが、観光用のホテルでもリゾートホテルでもなくですね、ビジネスホテルの扱いとなっております。で、島には他にも 2,3 軒ほどの宿が存在しております。島を一周するためにはさすがに徒歩だと厳しいので、自転車をレンタルしたいと思います。ただですね、ホテルでも自転車を借りることができたんですが、文化センターというところで借りれば電動アシスト付きの自転車が借りるということだったので、そちらに移動しました。ちなみにですね、近くのバイク屋さんでも原付を借りることができたらしいんですけれど、あいにく日曜日は定休日ということで、で、私が到着したこの日もですね、日曜日だったので、あえなくですね、借りることはできませんでした。文化センターのすぐ横にはですね、このご覧のように機関車が2台生体保存されているんですね。で、これは何かと言いますと、実は南大東島には1983年までシュガートレインと呼ばれる鉄道が走っていたんですね。で、その鉄道は何かというと、お客さんを乗せるためではなくてですね、島の至るところにあるサトウキビ畑のサトウキビを運搬するために、走っていたんですね。で、先ほど少し触れたんですけれど、南大東島の土地の大半はサトウキビとなっておりますので、シュガートレインは島の至るところを網羅的に走っていてですね、中心の線路は環状線のように、まあ、要は山の線みたいにぐるっと一周できるような形をとっていたんですね。で、沖縄はですね、唯一鉄道が存在しない県だと言われているんですけれど、実は38年前までには島を網羅するように線路がいっぱい、島中に敷かれていたというわけなんですね。現在はサトウキビの運搬はトラックに切り替えられております。ちなみにこのシュガートレインは観光用に復活させるという話も近年持ち上がったそうなんですけれど、昔からですね、この島に住む方に話を伺ったところ、できるわけないとの回答がございました。画面の左奥に映っているのが今回私が借りた電動アシスト付きの自転車となります。今自転車で横切った男性が私と同じ飛行機、同じホテルの唯一の私以外の旅行者で、文化センターまで一緒に来ました。この撮影時はですね、朝9時頃だったと思うんですけれど、ご覧のようにすでに子供たちは元気に遊んでおります。はい、ようやく自転車に乗って島の探検を始めようと思います。今トラックが横切ったんですけれど、ご覧のように島中トラックがたくさん往来しているので、気をつけていきたいと思います。まず最初に目指すのは島の西南部にある塩屋海岸プールというところを目指します。なんでわざわざプールを見に行くかというとですね、これが珍しくて、岩場をくり抜いてそこに海水を注入させて作った海水のプールなんですね。はい、なのでまずそこを見に行きたいと思います。というわけですね、今南大東島のサトウキビ畑の横をですね、自転車漕いで進んでいるんですが、非常にですね、気持ちがいいです。ただですね、今日すごい曇ってて、もう太陽が見えないんですね。ご覧のような感じの天気で、まあそこだけはちょっと残念かなと思うんですが、夕方から雨降るみたいなんで、早めにね、観光済まして、もう夕方からはね、さっさと宿に引き上げたいと思います。
ご覧のようにですね、あの工事している場所がちょくちょくあって、でさっきあのこの自転車を借りたところで聞いた話によりますとですね、あの小学校の体育館を作っていたりとか、あとなんかサトウキビ関係者の、あの車とかがあったりして、結構ね車の往来は激しいですね。しかもトラック、さっきもあのすれ違いましたけどね、まあ、そういった場合はトラック優先ということで、ルールが、そういうあのトラックが来たらそっちを優先してねということを、この自転車借りた文化センターで言われたので、まあ、そこはねちゃんとルールに従っていきたいと思います。まあ、結構ねトラックの方もこっちを意識してか非常にあのすれ違うというか、追い越すときは離れて追い越してくれましたね。でここからですねちょっと海方面に行きたいので坂を登ります。で道がねはっきり分かんないんですよね。ちょっと潮や海岸プールというところに行きたいんですが、その場所がはっきり分かっておりません。ちなみに今回は電動自転車を借りたので、坂でもですねあのこの通りそんなに苦労しなくても登れる仕様にはなっております。塩屋海岸までここから300メートルだそうです。では行ってみたいと思います。おお、やっとここまで来るとやっと海らしきものが見えてきますね。まあ、というのもですね、先ほど申し上げた通りあのすり鉢状になっているのでね、この海が結構ね内地の方からは見えないんですよね。はい、というわけで塩屋海岸というところに来ました。まあここにですね、ポツンと簡易トイレみたいなのがありますが、夏場はですね多分ここにあの泳ぎに来る人がいるためだと思うんですね。で、ゲートが開いてないときは、まあ高波の時とかはですね、まあここのゲートが閉まって中に入れないようになってるみたいです。おお、素晴らしい。今日はねあんまり天気がいいとは言えないんですけれど、まあそれでもねなんか波は穏やかなのかな。あそこに漁船みたいなのも出てるし、そうですね。ではプールの方に行ってみたいと思います。あ、ここまで車で来れるんだな。もう結構波強い感じしますけどね、まあ、これが通常の姿なんでしょう。はい、というわけで塩屋海岸プールまでやってきました。ここがプールなんですけれど、ただですね、あそこまで行くとですね波結構近くまで来てるんで、ちょっとあそこまで行くとですねあの結構濡れて、もう最悪の場合波にさらわれかねないということが起きるのでですね、まあ、ちょっとこの辺で撮りたいと思うんですが、あそこがですねあのプールとなっていて、要は泳げるんですね。まあ、プールというぐらいなんで、その、まあ、子供たちも、中に入って夏は楽しめると。で、海の水がそのまま中に入り込んでプールになっているので、中にあの魚とかがいて、まあ、その魚と一緒に泳げるプールということで有名なんですね。ただ、今時期はですねまだ春で、まあ、ちょっと肌寒いということもあるんで誰も来てないですし、そして何より波が強くてですねさらわれかねないので、ちょっと私はねここで終わりにしたいと思います。ただね、この姿が南大東島の本来 の通常運行なのかもしれないんで、まあ、こんなことで何ビビってんだよと思われるかもしれないんですけど、おーおーおー、結構ね下もねつるつる滑るんで、はい、ここで撤退したいと思います。南大東島はですね砂浜がなくて、まあその代わりああいう風にですね人工だか、まあ、自然にできたのか分かんないですけど、ああいうプールがあって、そこで、まあ海水浴を楽しむと。で、島一周ですねこんな感じで絶壁らしいんですね。はい、まあ、それがですねこの南大東島が、絶壁のこと、絶海のことだったか絶壁のことと言われるゆえんだと思います。あの辺までずっとこのように絶壁が続いております。続いては北上する形で西港に向かいます。約2キロほどの道のりを自転車で向かいます。まあ、南大東島のですね産業はサトウキビが主になっておりまして、まあ、そのサトウキビを、内地からあれですね港の方まで運ぶための、鉄道
で途中、まあ、1984年までそれが走っていて、そこから先はもうトラック輸送に切り替わってしまったらしいんですね。なので今はこうして鉄道跡ということになっております。ご覧のようにシュガートレインは今向かっている西港まで線路が伸びていました。そして各路線には名前がついていて、今自転車で走っている線路跡はもともと西線と呼ばれていたようです。あの今ですね、南大東島の西港という港を目指しているんですが、シュガートレインも西港まで、伸びていたと。線路が通っていた時にですね、結構ギリギリの海岸線を通ってる、写真を見たんですね。それが多分この辺だったんじゃないのかなと思うんですよね。でこの辺、まあ、今じゃ考えられないですけど、この辺を線路が敷いてて、まあ、もうちょっとこっちの方かな、その辺から線路敷いてそのまま港にドーンって行ってたのかなと思うんですよね。だから今ここなんかちょっと整備されて公園みたいになってるんですけど、ここがもともと西港に向かってた線路の跡だったんじゃないのかなと思うんですね。これ勝手な想像なんですが、でこっちの方を見るとこういう風になんか一段盛り上がった石段というか石の壁があるんですよね。まあこの低く足本当に乗っけられる程度の。なのでここにもしかしたら線路が敷いてあった可能性がありますね。はい、まあ、この辺はですね、後で地図でもう一回詳細を調べてみたいと思います。というわけで航空写真を使って見ていきます。最近の Google マップの航空写真となります。西港の手前、今いる場所はボロジノパークと呼ばれる公園になるそうですが、1978年時点の航空写真を見てみますとご覧のようになります。ご覧のようにですね、今よりかなりすっきりした印象を受けまして、ボロジノパークもこの時点では存在しておりません。で、シュガートレインの線路が見えるのがわかりますでしょうか。よく見ると列車も映っておりますね。はい、赤い線と青い線を引いてみましたが、これがシュガートレインの線路となっております。やはりですね、今いるボロジノパークの場所には線路があったことがわかります。シュガートレインの西線は西港の手前で分岐していたようです。現在いる場所は赤い線の方となります。先ほどの写真もおそらくこの辺りで撮られたものではないかなと思います。はい、というわけで西港に到着しました。こうしたゴツゴツした岩の、ところをですね削って、こうした立派なですねコンクリート製の港が現れるんですね。本当にね、貨物船専用の何にもないターミナルなんですけれど、那覇の泊港から出るフェリーもですねここに来るんですね。でご覧のようにですね、今貨物船が止まってますが、まあ、観光客ももちろんいないし、まあ、遊んでる子どもたちももちろんこの辺にはいません、まあ、あそこでね釣りしてる人がいるぐらいですね。回してひっきりなしにトラックがやってきて、船に乗せて船はどっかに行ってしまいます。でここはですね公園みたいになってまして、もともとですねここにもシュガートレインが来てたと思うんですね。でこの辺が鉄道の終点だったんじゃないのかな。多分西港駅みたいな感じの駅になってて、まあ、ここから、サトウキビを船に乗せて、出てくと。はい、というわけでですね、今回の動画は時間の関係上以上となります。次回はですね、バリバリ岩や島の中心部、そしてですね島に一つしかない信号などを紹介していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。